今日ですね、動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、骨盤をねこう安定させる方法ってことでちょっとこうお伝えしたいと思います。で、結構ですね、骨盤が最近ね、骨盤をこう整えるとこう痩せやすくなるとかこういうことをね、ちょっとこういろいろこう本とかテレビとかで言ってると思うんですけど、ちょっとですね、寝ながらできる方法なのでやってみてください。で、まずですね、ちょっとこう寝てみますね。寝てみます。はい。で、寝た時にですね、手をですね、親指と人差し指をこう三角にしてもらって、つけてね、三角にしてもらって、お腹のね、ところにちょっとこう置いてみます。はい。で、足はですね、こう、二つ、両方ともね、こう、くっつけるようにしていますね。で、少しこうかかとをぐーっと突き出してみたり、で、甲を伸ばしたり、で、かかとを突き出したり、甲を伸ばしたり、ちょっとしています。かかとを突き出す、甲を伸ばす。で、かかとを突き出す、甲を伸ばす。で、このかかとをぐーっと突き出したんですね。膝を曲げないようにして少しですね、ちょっと動かしてみたいです。上下上下、右左右左、はい、はい、息止めないようにして背中、お腹で少しこう薄くするような感じでこうね、右左右左、はい、かかとは突き出しますよ。突き出したまんまで、はい、こう右左と自分の方に、体の方に、はい、もう少し上下していますよ。はい、前に少し頭の方にですね、こう近づけて、体の方に近づける、戻す。こう20回ぐらいちょっとやってみてください。右左。膝は曲げ、伸ばしたままです。膝は伸ばしたままで右左。ゆっくりでいいので、こういう、やってみてくださいね。はい。で、ゆっくりね、起き上がってきます。はい。結構地味なんですけれど、結構、寝ながらね、こう、できる方法なので、ぜひですね、やってもらえればと思います。はい。今日もありがとうございました。